ね、今日やる料理はね、じゃあ豆板醤買ってました。これでね、何するかっていうと、ちょっと僕考えてきたね、ちょっとね、奇跡の調味料っていうのを考えてきました。いつも奇跡のタレなんですけどね、今日はもう調味料です。もうね、超簡単なんで、ものすごい美味しいね、豆板醤作るんで、じゃあちょっとやってみたいと思います。じゃあ早速調理スタート。今日の材料説明いきます。はい、今日はね、これ1本に対する割合でいきます。はい、豆板醤1本ね、これよく売ってるタイプですね。これは 85g です。はい、それから、はい、いきますよ、どんどん。はい、くるみ、それから干しエビね、それからちりめんじゃこ、はい、それから、肝心なのはさきいかですね。はい、これでやっていきたいと思います。よっしゃ、早速やっていきますよ。今日のやつはね、必見ですよ。よし、今日はね、もうね、早速ね、もうね、分量をね、発表しちゃいます。細かい分量ね、最初に発表して、あとはね、混ぜるだけなんで、実際やってみますね。じゃあ早速いきますよ。はい、まずね、豆板醤これ1本、これ 85g ありますね。はい、それに対してさきいかの、これ 30g、はい、それからちりめんじゃこを 10g、はい、それから、干しエビですね、こちら、5g、それにくるみですね、これくるみを 45g、はい、それに対して、はい、ごま油、これが、大さじ2杯、はい、それから、砂糖ですね、砂糖が小さじ1杯、はい、これを混ぜるだけです。じゃあ早速やっていきたいと思います。まず豆板醤ね、はい、これね、このやつね、 85g です。これも1本きっちりこうね、入れていきます。しっかりね、こう出すためにこうやってこうぐるぐる巻いて出すとしっかり出ますからね。出来までギューッとこうしびれ出して、はい、これで 85g ですね、はい、はい、そこにどんどん入れていくだけなんですけど、このちりめんとこの干しエビはこう細かいんで、このまま入れちゃいますね。干しエビもうちょっと大きいやつだったら刻んでください。はい、このまま入れます。はい、そうしましたら、あとは、これなんですけど、この、まず、サキイカですね。サキイカの場合は、こういう感じで、包丁で、こういう感じで、こう、ザクザク切ります。こういう感じ。まあ、みじん切りですね。で、こう、しっとりしてるから、こう、ガン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 切れないんですけど、しっかりこう、押し込むようにして、こういうふうにやって、こう、切っていきます。よいしょ。で、これがもう味の決め手となります。イカのこのうまみが、まあ他の魚介のね、ちりめんとあれもいい味持ってますし、まあ基本のベースとなるものはこう豆板醤っていうのは、そのまあうまみ成分あるんですけど、あんまりなんていうか単体で食べた時そこまで威力はないんですけど、このイカとこのね、じゃこだとか、その海産物のそのうまみを持ったこうなんていうな、こう乾燥したものもう入れることによってめちゃくちゃ味に深みが出ます。しかもこれ全部今チョイスした素材が全てそのまあ言ってしまえば乾物なので、水分がもう抜けてる状態なんですね。なんで余計にこう加熱して水分を抜く必要がないので、めちゃめちゃ簡単です。チョイスしたものをこうやってしっかりね、グラム測って混ぜるだけでめちゃくちゃ美味しい調味料ができますんでね、これは本当に材料揃える手間だけと言ってもいいでしょうね。あとはもうこうやってこう混ぜるだけなんでね、はい、こういう状態で、ね、しっかりこう先イカはこういう状態でみじん切りにします。はい、入れちゃう。で、そしたら、あとは、くるみですね。そしたら、あと、くるみなんですけど、くるみは、こういうふうに、こうね、袋に入れて、で、こう、なんでもいいんでね、こう、ちょっと、瓶とか、なんかで、こうやって、ちょっと潰してあげます。で、これが、なんていうかな、めちゃくちゃ細かいっていうよりかは、こう少し粒が残ってた方が食感としていいので、このくるみの上品なこの なんていうかなこう甘さと食感、これがめちゃくちゃいいアクセントになります。ミックスナッツとかでもまあいいんですけど、こうなとにかくナッツ類ですね、ナッツ類をこう入れることによってすごく食感が良くなります。だけど、まあ僕が推奨するのはどんなナッツ使ってもミックスナッツ使ってもいいんですけど、このくるみがいいと思いますよ。こんな感じですね。こんな感じで、ちょっともう細かくなってるところもあれば、ちょっと粗めなところある。このめちゃくちゃ細かくする必要はありません。これは食感が大事なんで、このぐらいの状態にしてくださいね。はい、そしたらこれを合わせます。はい、そしたらここに、
ごま油ね、ごま油を大さじ2杯。よいしょ。これで香りと油でコーティングすることによって、またさらに日持ちしますからね。よいしょ、これで大さじ2杯。はい、そしたら最後の最後に、これ、お砂糖ですね。お砂糖は小さじです。小さじ1杯。はい、これを入れます。で、なんとこれをぐり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 混ぜるだけです。これが、なんと、めちゃくちゃ美味しい。タレとなりますよ。よし、こんな感じでしっかり混ぜ合わせて、はい、今日の簡単料理ね、ケマス式奇跡の調味料ね、はい、イカ豆板醤の完成でーす。めちゃめちゃうそー。はい、ってことで、じゃあね、一応ね、これがもう完成なんですけど、これでね、はい、これでこんな感じで清潔な瓶ね、これ100円ショップで買ってきたんですけど、こういうやつをしっかり洗って、でこれに保存しておけば、しっかりこう保存状態が良ければ、こう冷蔵庫でね、もうほんと1月ぐらい持ちますんで、もう1回作ったら結構持ちますんでね。で、じゃあ実際ね、じゃあね、今ね、これをどういう風にしてあれ、まあ、食べたらいいのかっていうのをちょっと何個か例出してちょっと作ってみますね。はい、まずね、これね、何しろね、どんな野菜でも本当美味しくなりますからね。野菜がまずね、一番美味しくなるね、この調味料は。で、まずめちゃくちゃ単純なんですけど、まあ、きゅうりね、きゅうり今これ洗ってきたんですけど、で、きゅうりはもちろん美味しいんだけど、もう本当大根だろうが人参だろうが、もう普通のこうスティック状にして、ね、もうものすごいシンプルね。よいしょ。はい、こんな感じでね。まあ、もろきゅうとか梅きゅうの要領なんでいいと思うよ。まあ、切り方はどうでもいいけどね。このスティック状にした方がこう食べやすいから。で、こんな状態でこうポンと。はい。よし。よし、こんな感じで。よし、こんな感じでね。きゅうり切った、適当に切ったら、で、これをね、こうポンと。かけてあげると。はい。もうこれだけで、もう本当にこれつけて食べたら、きゅうりなんかもうめちゃめちゃ美味しいです。まずもうこれでもう一品ね。あともう一品、まあこういう生野菜、ほんと大根でも人参でもセロリなんか最高に美味しいです。で、こういうような状態でこう、つけて食べるっていうのが一つありますね。あとは、たまたま。こうね、ちょっと蒸し野菜なんてもうめちゃくちゃあるんですよ。こう例えば今日、茄子なんかね、あったんでちょっとやってみるか。で、これなんかは、こういう感じで、よし。まあね、適当にこんな感じでね、こう切って、で、そしたらこう、こんな感じでこう切るじゃないですか。よいしょ。で、こう、お皿にこう乗っけてあげて、はい、こんな感じでお皿に乗っけて、はい、軽くラップします。よし、はい、ふんわりラップして、念のためちょっとだけ穴開けてね。はい、これで電子レンジで、じゃあ600ワットで3分。はい、ちょっとね。で、こんな感じで、ナスがレンチン蒸しできましたと。ね、そしたらこう、ちょっとね、こう取って、はい、いい感じ。もうしっかりね、蒸し上がってる。そしたらね、さっきの作ったこのね、イカ豆板醤。ね、これをね、こういうふうにこう、乗っけちゃって、で、こういい感じにね、こう乗っけちゃうんですよ。よいしょ。で、結構ね、塩分濃度高いから、まあちょっと還元してね、こういう感じで乗っけてあげます。こういう感じで。ね、こんな感じで、もうこれぐらいで十分効きますから、こういう感じで、はい、乗っけてあげて。はい、そしたらね、ここに、ね、この味にすごくこのね、万能ネギの刻んだやつとかめちゃくちゃ合うんですよ。なんで、これをざっくりこう乗っけてあげる。こうやって。はい。こんな感じですると、はい。超簡単で、ね、蒸しナスの、イカ豆板醤和えの完成です。はい、こんな感じで、じゃあ、早速ね、じゃあ、食べてみましょう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じね、これですよ。これがね、イカ豆板醤ですよ。今日は、じゃあね、サンプルで、このね、なんか、きゅうりと、スティックと、はい、蒸しナス作ってみましたよ。これもね、美味しそうでしょ。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。じゃあとその前に、いつも通り、はい、チューハイタイム、皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい、今めっちゃ美味しい。
だね。はいはい、今日のカニこれだよ、こんな感じだよ。で、ナスも作ったよーだ。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、届きます。じゃあまずね、このキュウリいってみるか。キュウリ、キュウリね、キュウリ、ほんとね、もうめちゃめちゃ単純ですから、これをこう乗っけてね、ね、乗っけてこう食べるだけです。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すんごい美味しいね。もうこれはね、もう本当にね、めちゃくちゃ単純だけどすごい美味しいですね。これはもうなんていうのかな、モロキュウみたいなとかね、味噌キュウとか梅キュウみたいな感じで、こうキュウリとかね、うん。でこれね、キュウリもちろんあるんですけど、さっきも言ったけど、もうどんな野菜でもあります。もう大根とか、もうセロリなんか一番こうなんていうかな、おすすめかな。でこういった生野菜もいいじゃないですか。であとはこの、まあ辛いんですけど、辛いだけじゃなくて、これ旨味がすごく詰まってるんで、すごくね、後味っていうかな、あのなんとか味わい深い味で、酒飲みはめちゃくちゃ好きな味ですね、これね。続いてね、これね、蒸しナス、ね、レンジで簡単に蒸したやつをこうやってこうね、ちょっとこう混ぜながら、こうネギと一緒にこう食べる。いただきます。こうなる。ほんとさっとレンジで3分ただこうレンジしただけなんだけど、このね、すごくナスの良さが出てる。このなんていうかな、ナスのこう持ってる甘さに対してのこのピリ辛とこの魚介の旨味で、このくるみの食感で、こう青ネギがね結構合うんですよ、これ。こうやってね、こうネギとで、ネギはこの調味料に混ぜちゃうと、こうまあなんていうか痛みが早くなっちゃうんで、これはのっけた方がいいんですけど、こういう感じでネギとこう混ぜたりにこうしてね、こう混ぜて、でこうやって食べると、なんか本当に、まあこれはね、ナスは本当に非常に美味しいんでやってもらいたいですね。でね、結局この今言ったみたいに、この生野菜で主体に食べるものもいいですし、ナスとか例えば、まあ、キャベツなんかは、春キャベツなんかもねいいんですけど、例えばこう生でもいいんですよ、あれなんかは。なんだけど、こうやってレンチンしてちょっとこう 火を通してこれをのっけて食べたら、またさらに美味しい。なんでこう蒸して美味しいお野菜とかもありますよね。まあちょっと固めのやつとか、じゃがいもだとか、例えばもうレンコンなんかでもいいんですよ。もうレンチンしてちょっとこう火通して、このイカ豆板醤をつけたらめちゃめちゃ美味しい。うん、もう本当にどんな野菜でも、もう大抵のお野菜に対応できるんじゃないですかね。でそれとこれに優れてるのは、あとはね、あのもちろんこうなんだろうな、すごくタレなんで、例えば水餃子だとか、まあ、餃子とかシューマイとか、まあ、チヂミとかのタレにも使うとめちゃめちゃコク深くていい味になります。これだけでも辛くていいんですけど、まあ、そういったそのタレに使うときはちょっとお好みでお酢で割ってもいいですし、お酢とこれと混ぜたら結構ね、その奥深いこうなんていうかな味になるんで、もうほんとね、餃子のタレとかにもおすすめです。ってことでね、これ一個作っておくとめちゃめちゃ使い勝手がいいし、もう何だったら何もないときご飯にのっけたらうまいっすよ。うん、あの旨味の塊なんでね。でそれともう本当にこの本当の極端な酒飲みからしたら、こう日本酒なんか飲んでる時、これ何にもいらないでこれだけこう噛んでるとすごく味が出るから、いや辛いじゃないですか。で、あのくるみのアクセントなんかがあってめちゃめちゃね、あのいいんで、本当に日本酒好きな人なんかはこれをちまちまこうやっていっぱいやるっていうのも最高ですね。あと豆腐なんかにも合いますし、とにかく使い勝手が良くて旨味が強い、このね、あの僕がこの考えたイカ豆板醤、これはもう本当作るのは材料さえ揃えちゃえばもう結構簡単ですし、あと日持ちがします。とにかく味が濃いのと油でコーティングしてあるし、あの塩分濃度も強いので、しっかりそうあの清潔な
入れ物に入れとけば本当に一月ぐらい余裕で持ちますので、まあね、なんていうか、お時間がある時に作って冷蔵庫に常備しておくと本当に便利だと思います。こっからの季節、今度こういうお野菜料理にすごく重宝しますんで、ぜひやってもらいたいと思います。ということでね、今日のこの簡単料理ね、僕がちょっと考えた、研磨寿司、はい、イカ豆板醤、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。